にちは、手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は山口幸子がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。11月の児童虐待防止推進月間に、各自治体で啓発活動を進めてもらおうと、キャラバン隊らが虐待防止の象徴であるオレンジリボンを配りに、県内の各市や町に向けて出発しました。このキャラバン隊は県内の医療、教育、警察機関など54の団体で構成する滋賀県要保護児童対策連絡協議会が結成したものです。県庁前で行われた出発式では、三日月知事から訪問先の市や町で配るオレンジリボンが手渡されました。県によりますと、昨年度行政に寄せられた児童虐待の相談件数は県内で5943件と過去最多になったということです。県では虐待かなと思ったら児童相談所全国共通ダイヤル189いち早くなどに連絡してほしいとしています。滋賀県は女性旅行客の誘致を狙い、全国初となる二次予報を始めました。虹を観光資源として活用し、旅行者を呼び込もうと、9日、JR 東京駅では、滋賀県の虹予報が PR され、お天気キャスターの海藤愛子さんによって、虹予報の解説や第1回の予報発表が行われました。この全国初となる虹予報は、琵琶湖ビジターズビューローが滋賀県の補助と民間の気象会社の協力を得て行うもので、県内を7つのエリアに分け、虹が見られる確率を0から7の8段階で表します。毎朝6時30分にその日と翌日の予報が発表され、滋賀県観光情報のサイトで公開されます。大津市の県立近代美術館では、既存の美術教育の枠にとらわれずに、ありのままに表現された芸術アール・ブリュットの作品を紹介する展示が開かれています。今開かれている作品展には、焼き物や絵画など滋賀県を中心に国内外43人の作品およそ150点が展示されています。作者には障害のある人が多く、作品にはそれぞれの作者が抱える人間の衝動的な感情がそのまま表現されています。作者たちの生きた証ともいえる作品の魅力に出会える企画展、命の印滋賀とアール・ブリュットは11月23日まで開かれています。県内にある小規模企業などに行政の支援策などを紹介し、さらなる振興を目指すフォーラムが15日大津市で開かれました。このフォーラムは県が独自に定める小さな企業応援月間に合わせて去年に続き開いたものです。この中では国や県の担当者らが中小企業を対象とした施策や支援情報について説明し、参加した企業の担当者らが会社の発展などに向けてヒントを得ようと真剣に話を聞いていました。この後、彦根市出身で
ミキハウスの木村浩一社長が講演し、会社の立ち上げ当時の話を交えながら、誇りの持てる企業文化をと参加者に訴えていました。県によりますと、フォーラムには1日を通しておよそ100人が参加したということで、来年以降もこうした取り組みを続けていきたいとしています。大津市の平山系にある琵琶湖バレーでは、早くも紅葉が始まり見ごろを迎えました。琵琶湖バレーによりますと、平山系のブナやナラの木は10月上旬に色づき始め、例年より1週間ほど早く見ごろを迎えました。標高1100メートルから眺めると、山頂付近が鮮やかに色づいていて、中腹麓へと紅葉が進んでいきます。今年は台風の被害も少なく、山一面の紅葉が期待できそうだということです。続いて、滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。聞こえないまたは聞こえにくいお子さんを育てているご家庭をサポートします。聞こえないまたは聞こえにくいお子さんの子育てで悩んだり不安に思うことはありませんか？このような方を対象としたのびのびサロンを開催します。このサロンでは、聞こえないまたは聞こえにくいお子さんを育てた方の体験談や、当事者である聴覚障害者からご自身が受けた教育についての体験談などを聞くことができます。また保護者同士の交流の場として茶話会も設けます。日時は11月8日日曜日昼1時30分から夕方4時30分まで。場所は守山市瑞穂町にある琵琶湖耳の里です。今回は一般社団法人滋賀県ろうあ協会青年部の何人かを招いて、若い聞こえない人、聞こえにくい人に聞こうをテーマに学習会を行います。交流会費として300円から500円くらいをいただきます。締め切りは10月27日火曜日です。お申し込みやお問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回11月28日土曜日昼12時20分にお会いしましょう。